エルデンリング DLC。 どこだ、この2週間前かな、ゲームプレイトレイかな、ゲームプレイトレイフラムソフトウェアの、オッケーオッケーオッケー、じゃあみんな一斉のせで押してね、一斉のせで押して、一斉のせで押して、一斉のせ。これ見てな、これ誰、これ純粋でただけ見せた、ただ愛によってその心を純白する、漂白、え、愛によって、あ、ミケラ、ミケラや、待って待って、これ本当のミケラだったんだ。モーグがバカだったわけじゃないんだ、え、モーグじゃない、これモーグが喋ってない、私は本当に愛していたつだよ。え、待って、モーグとミケラのラブラブ DLC ってこと、マレニア喜ぶや、え、誰あの白髪、え、黄金寺戻ってる、え、何それ、え、敵、え、絶対敵、絶対敵、え、誰、え、おい、誰だよ、なんか知らんやついない、この釜何、またマグマの変なのあんの、おい、底辺の巨人来た、何これ、おい、また獣いんの、人間、え、獅子舞みたいなやつもんだけど、うわ、嫌なやつだ、え、待って、この獅子舞一番やばいかも、雷もやってた、母は本当にオータルを託したのか、え、これミケラかな、え、マレニーや、え、待って、今の赤髪誰だ、え、ミケラか、ミケラか、赤髪か、今のミケラかな、別キャラ、別キャラなのか、似てるようなやついんだな、マリカとラダゴン、あれか、隠し子いんのか、それかラダゴンの子供か、ねえ、キモ、このカードみたいなやつ、ハリネズミだった、え、やばい、こいつもやばい、キモ、え、これは、え、ヘビみたいな巻きつけてるの誰、え、こいつキモそう、え、これミケラか、え、じゃあ、メスメルだ、メスメルって書いてある、ねえ、分かったかも、ミケラがメスメルに進化するんじゃない、え、待って、その黄金のやついいの、片栗みたいなやつか、ねえ、分かったかも、分かったかも、あ、待って、まだある、ここ大事、絶対最後の絶対大事だよ、え、誰あの金髪、めっちゃ綺麗なんだけど、え、女臭かったよな、マリカか、マリカの、マリカみたいな金髪だったな、ペコちゃんかも、もしかして、